せーの、パカ。さあ何が出るか。いやー、エンリエッタ。はい、後ろもこんな感じ、おしゃれ。はい、どうも、 SH スタジオです。今回はカプセルプラレール機関車トーマス、女の子の機関車大活躍編を5回回してきました。はい、早速ラインナップから見ていきましょう。女の子の機関車大活躍編、全17種類です。1番トーマス連結パーツ付き、2番レベッカゼンマイ車、3番ニアゼンマイ車、4番アシマゼンマイ車、5番エミリー連結パーツ付き、6番ロージー連結パーツ付き、7番マージ、8番ケイトリンゼンマイ車、9番ヘンリエッタ、10番アーチゲート、11番赤客車プラス直線レール、12番ピンク客車プラス曲線レール、13番機関庫プラス直線レール、14番グラグラ橋、15番板レールセット、16番レールセット、17番曲がレール、こちらの17種類となってます。もうね、結構見たことないトーマスのキャラクターたちも多くて楽しみです。早速1個目開けていきましょう。はい、まず1個目開けていきます。さあ1個目は何が出るんでしょうか。もう黄色が見えてますね。せーの、パカ。さあ何が出るか。じゃーん。あ、これは早速女の子が出ました。レベッカです。レベッカが出ました。かわいいですね。見てください、この黄色のボディ、かわいいね。そしてレベッカちゃん、あー、これはすごい。こんないっぱいシールがついちゃって、こんないっぱいですよ、これ大変だな。シール、レベッカちゃんはゼンマイ車なので、ここをね、こうやって回すとこうやって回りますね。いいですね、初めて当たりました、レベッカちゃん。じゃあ早速シールをつけていきたいと思います。はい、シール貼り終えました。これもめちゃめちゃ大変でした。でも貼り終えたらですね、この色合いがたまらないですね。とりあえず綺麗すぎますね、これはね。後ろにですね、こういったカシャというかね、カチャコンとつきますね。結構ね、ほら、統一感があって素晴らしいですね。1個目はレベッカが当たりました。シュ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 。はい、1個目開けてきます。さあ2個目は何が当たるかな。パカ。さあ2個目開けてきましょう。あ、これは細かい、これは細かいですね。あ、これはね、あれです、グラグラ橋です。グラグラ橋はね、前もね、当たったことがあるんで作ったことありますよ。あー、すごいバラバラしちゃってじゃあ早速作っていきます。はい、グラグラ橋完成しました。はい、こういった形ですね。ここちょっとね、波打ってるんで、ここでね、グラン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 と、ゲン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 みたいな感じでですね、はい、こう走れるというね、ここでこうグラ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 するというグラグラ橋です。で、ここに、またこうスロープレールがね、あるとなおいいですね。登ってグラングランして、また下るみたいなね、形で完成します。当たるかな、次。はい、3つ目開けてきます。3つ目はパカッ。さあ何が出るか。あ、これであれだ、サカレールセット、やったー。これでグラグラ橋とつなげられるかな。さあ、サカレールセットが当たりました。こちら早速ね、ちょっとつけていきましょうよ。はい、サカレールセット組み立て終わりました。グラグラ橋とドッキングしました。やったー。早速先ほどのレベッカちゃんを走らせていきたいと思います。いってらっしゃい。いやー、ちょっと距離が短くて、伝わりづらかったですね。はい、3個目はサカレールセットでした。はい、4つ目開けていきます。4つ目は何が出るか。パカッ。さあ4つ目は、あ、貨車ですね。貨車的なやつが出ましたよ。あ、これはヘンリエッ
たでーす。ヘンリエッタが出ました。これも可愛い。いやちょっと笑ってますよ、お腹で。ヘンリエッタ、はい、後ろもこんな感じ、おしゃれ。これもね、あ、ベッペちゃんみたいにおしゃれですね、これもね、いい感じ。そして入ってるのはこちら、シンプルなシールだけ入ってますね。じゃあこれをちょっと貼っていきましょう。はい、シール貼り終えました。ヘンリエッタは前のシールと後ろのシールだけですね。シンプルです。その他はもうこの形がね出来上がってるので、このままでもすごくおしゃれですね。ここにまた連結パーツがついてるので、まあ後ろにこうカチャッとこうねつくような感じになってます。はい、4つ目はヘンリエッタでした。シュ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 。最後5個目開けていきます。5個目は何かな。パカッ。さあ、ここ、あ、すげえカラフル、綺麗。青と赤のカラフルな、あ、マガレールです。マガレールが当たりました。毎度おなじみですね。はい、うわー、今回もバラ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 っとたくさんありますね。はい、じゃあこれを早速組み立てていきます。はい、マガレール完成しました。今回のマガレールは赤と青のツートンカラーです。まあ、前回前々回もうね、最後の方にはねマガレールが出るっていうね、はい、絶対こう当たりますよね。で、水色があったりとか茶色があったりとかね、今回は赤と青の、はい、2色綺麗ですね。まあ、マガレールもね、レールがすごくこう長いんで、レイアウトにはね使えると思いますのでね、はい、使っていきたいと思います。はい、ということで今回はこちらの5種類が当たりました。まず1個目はレベッカゼンマイ車、2個目はグラグラ橋、3個目は坂レールセット、4個目はヘンリエッタ、5個目はマガレール。こちらの5種類が当たりました。一番良かったのはね、やっぱりゼンマイ車のレベッカですね。まあ、女の子シリーズっていうのはあまり、持ってなくて、キラキラボディ編でニアが当たったのが初めての女の子のトーマス、シリーズじゃないかなと思います。で、今回、初めてねレベッカが当たったんで、よかったなと思います。他にもね、トーマス動画、説明欄の方に載っけておりますので、そちらも見てみてください。よろしければチャンネル登録高評価もお願いいたします。 Twitter の方もね、ちょこちょこ更新していきたいと思いますので、コメントはそちらの方によろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。